どうも皆さんこんにちは、ネモですよ。初対面の印象が悪くても色眼鏡を外してみれば意外な一面が見えてくるかもです。超人高校生たちは異世界でも世の内容のようです。第2話。そんな悪くはないです。濃い味の後で味覚が麻痺しているみたいなものなのか、それとも日が沈み闇へと落ちる狭間の最後の明るさなのか、とにかく悪くなかったです。さてさて、異世界に来た理由云々より先に村の商売の手助けをすることに、寄り道感はゼロではありませんが恩返しをするんだという目的もあるし、むしろ人助けに時間を割いているという感じで好印象です。そして今回実業家真田雅人さん大活躍。うっかり第1話を見逃してアバンタイトルを見た後に、うっかりオープニングを飛ばしてタイトルに気づかず見ちゃったとしたら、ナローアニメのまともな回くらいには達成感があったかもしれません。まあでも1話を見ちゃうと世界経済を牛耳るくらいの能力がある超人って言われてて、しかもタイトルに余裕でって入ってるから、まあうまくいくのも当然といえば当然かなって。そんな感じで逆に言うと、遡って導入部にもう一回文句を言いたくなるくらい今回しっかりしてました。大黒柱が傾いたあばら屋に結構しっかりしたインテリアがあるのを見つけたくらいの嬉しさです。それで村の収穫物を売ることに。でも町では悪い越後屋さんが市場を独占していて安値で買い叩こうとしてきます。そんな売り上げでは村は冬を越せそうにない。搾取の基本は生かさず殺さずだとは思いますが、まあ別に異世界で強敵に立ち向かう話ではないですからね。余裕で倒せる無能です。それで雅人さんは独自に商売することにしようと許可証をもらいに行きます。でね、それが市長と越後屋の癒着によって商売の許可も独占していたわけですが、裏金を暴いて脅したら許可が下りました。もう世界一のジャーナリストに頼らなくても当てずっぽうでも裏金ぐらいはありそうなシチュエーションですが、しかも単身乗り込んで口封じされそうな雰囲気ではありますが、ほら余裕だし、余裕余裕。でもこの脅しをするシーン自体はそれが済んだ後に報告という形でさらりと流しているし、お話の本題は商売ができるようになってからの立ち回りの方だからそんなに気にならないかなとは思います。そんで雅人さんは越後屋に安値で買い叩かれて苦しい思いをしていた人たちを集めて独自に市場を開く。越後屋は市場価格自体も釣り上げていたので、町の人たち消費者にも優しいリーズナブルな価格で販売しても売り手は得をするという独自のルートを構築するわけです。ついでに村で作ったマヨネーズも売ってみる。あのインスタントイキリにしかならないと思っていた要素もちゃんと活かされている。とにかくそこそこに納得できる理屈付けもしっかりとしているわけですし、雅人さんの活躍はなかなかいい感じ。いやー、マヨネーズ首相は別に新しい調味料が欲しいとか頼まれてもいないのに、いきなりマヨネーズを出してきて自分の発明でもないものでドヤ顔をしているというマウンティングイキリの決定版みたいなシーンでしたが、雅人さんのところはまず困りごとの方が先に来て、文化の優劣ではなく状況の劣勢を自身のノウハウで覆すのであまり不快感はない。敵側が雑魚なのでちょいとマウンティング感はありますけど、いきなり馬乗りで殴りかかるマウントではなく重ための掛け布団ぐらいのマウントですかね。全然嫌な感じはない。それで雅人さんの活躍を船乗りの人が興味を持ったそうで、海上貿易の方まで市場を広げていって、すると、越後屋は危機感を募らせて、商品の買い占めを仕掛けてこようとしたのだ。次回へ続く。いやー、この1話の完成度が素晴らしいです。しっかりとお金を稼がないとというネタ振りをして、ある程度お金を儲けたけど、新たな問題が立ち上がりそうだぞ。そんな不穏さを残して、期待感を煽る。まあもちろん別の意味での不穏さもそこかしこにあるわけですが、
マジックに見えない魔法みたいな何がしかを披露したりする、もう超能力者の方が筋が通ってそうなマジシャンらしいところ見れるんでしょうか、とか、マヨネーズ首相の方はそれぞれのできることをして村の役に立とうと頑張ってるって話をしながら、政治家がマヨネーズを作っている、本当総理カニが薄いというか、交渉とリーダーシップを発揮されて大活躍している人がいたんですけど、大丈夫なんでしょうか、今のところ印象が悪いとこしかないですよ総理、など好き嫌いは否めない話だと、なんかマーチャンダイズが見切れているような感じが。でも今回の主役は実業家だから、資本主義の一端を表現しているっていうことでしょうか、本当にいる必要もない感じが。まあ全く不要でも男二人では画面が持たないということなのか、キャンペーンガールは必要だっていうことなんですかね。まあなんだか割といい商品のプレゼンだったのに、不要な女子社員を連れてきて、どうせお前らこういうのが好きなんだろうと見下されているような感じで、総合的な印象は悪い。短く言うとなんか嫌だ。まあそれくらいの文句というか、本筋のお話は見やすくてよかったです。あとは多すぎる主役チームがちゃんと魅力的に見えてくればいいなーって。今のところ弱気のためにモテる力を振るう実業家、出てくるだけでどうでもいい気持ちにさせてくれるとんでもマジシャン、弁が立つように見えて手が先に出る料理人と賑やかしい。さてどうなっていくのかなー、楽しみ。うん、ということで今回もお付き合いいただきありがとうございました。もしかしたら期待できるのかな。よろしければまたお会いしましょう。バイバーイ。